新しいテーマになって、多分ベスト5、はい、だんだん話も佳境になってきたんですけども、まあ、オカマバーで働いたけども、オカマバーで働く水商売でずっと生きていくって生き方ではないな、私は。私が行きたい。私が行きたい生き方。そして私が望む性は、決してオカマバーで女の子としてもてはやされるわけじゃないなっていうことに気づいて、自分の道を探し始めたんです。はい。まあ、その中で、さっきの、前の前のお話のお金のない世界ともリンクするんですが、本当に世界の平和、世界が、戦争がない世界を作るにはどうしたらいいかということをいろいろ考えて、まあ、いろんなことをしてきたんですが、その中で自分の性と向き合う時間もたくさんありました。はい。まあね、やっぱり悩みますよ。はい。あのね、結局、仕事っていう感じで、仕事って働くことか、自分の性は何か男でもない女でもない。なんだろう、私は何だろうっていう、本当、私がわからない。自分の性がわからない。本当、いう暗黒の時代がそこからずっと続きます。まあ、オカマバーで働いたおかげで、自分で好きな服堂々と着れるようになりましたよ。そう、スカート履いてうろうろしてることも、メイクしてうろうろしてることもいいんですけども、やっぱり人の目が気になるっちゃ気になるんです。はい。あいつ男じゃんって。まあ、今でも指刺されて言われますけどね。あいつ男じゃねえみたいな。平気でやれますけど、この野郎って、今だったらね、ふふんって鼻で、そう、笑ってやれますけども、その頃はやっぱね、そう思えたらどうしようと思って、いつも下を向いてたような気がします。そう。そんなわけだから、仕事をするにあたっても、自分が女であって、女として振る舞っても認めてもらえるようなところしか近寄らない。もしくは認めてくれるようなところしかでしか働けない。そう。つまり その後の水商売ずっとやってきましたが、自分でなんかやろう、自分でお仕事をしようと頑張ってみたりとか、ネットワークビジネスとか、まあ、いろんなことをしましたが、自分の性別性に対して寛容であるところじゃなければ働けないっていうふうに私は思ってました。それはね、自分の性から逃げてるって言っても過言じゃないでしょ。間違いないと思います。今思えば自分の性から逃げてるっていうふうに思ってもいいでしょう。でもね、普通の女の子だったら、普通の女の子だったらね、そう、女じゃなきゃ働けない、男じゃなきゃ働けない、当然あるでしょ。でも果敢に男としてチャレンジできるでしょ。女としてチャレンジできるでしょ。私はそのどっちにも属さないんですよ。どっちにも属さないので、自分がやりたい職業とがいくらあっても、そこに飛び込むことができなかったんです。私が自分の性がよくわかんないから。はい。まあそうやって悩むこと、月日がどんどん流れていったんですけども、そうですね。ここ2年くらいですね。ここ1年か1年半ぐらいです。はい、正直。自分の性という考え方の中に、クエアとか、X ジェンダー、日本で言う X ジェンダー、海外で言うクエアとかいうような考え方がありますけど、第3の性っていう考え方が、明確になってきました。まあ昔からそう思ったんですよ。水商売やった頃からお前は男なの女なのってやったら、私はお金持ちせいだっていうふうに堂々と言ってたんですが、それを、人に説明しやすい言葉として、X ジェンダーとかクエアっていう考え方が出てきたんです。はい。まあ、それについて、これからちょっとお話したいと思うんですが、まあね、クエアと X ジェンダーは、明確には違うんです。はい。今ね、日本では X ジェンダーっていうのは、中間的な第三の性みたいな感じで言われてますけども、当事者にしてみれば、まあ、なかなか大きな問題ではあるんです。ですが、私も、今回は、X ジェンダー、私の自分の中途半端な性を示す言葉として、X ジェンダーって何ぞやかっていうお話をしたいと思うので、次回、X ジェンダー、小川画寮は、何者かっていうお話をしたいと思います。ガチャンでした。またね。